イフン配信ありがとうございます。マンオープンから地道にシャッターフェースにスイング改造しているアイアンクローと申します。アイアンクローしてるクローでしょ。いや、クローっては書いてない、カタカナで書いてある。やっと入信する決意をいたしました。決意がいるんだ。ま、入信希望をお願いします。先日日本シニアオープンを観戦に行き、とても気になることがありました。はい、某有名プロがフェアウェイウッドでティーアップする際に、ティーグラウンドをクラブソールでパンパンと強く叩き、地面をへこましてから、その先にボールを、直置きしていました。早朝に雨模様でティーグラウンドはそれほど硬くないと思われます。芝が長い時に、ボールの手前を足で踏むことはよく見ますが、ソールで地面をへこませる行為にはびっくりしました。低くティーアップすることはと変わらないように思いますが、引っ掛け防止なんですかね。他に数名ショートホールのティーアップでユーティリティで同じ行為を目にしました。男子女子ともに何度もツアー観戦に行っておりますが、シニアは初めて観戦しました。小暮さんは直美さんのキャディをされることもあるので、お聞きいたしますが、最近の流行りですか。違反ではないですよね。お時間あるときにご回答お願いします。結構多いですよ。昔の選手は多いね。ちなみに僕もやるけど、僕やるじゃんかって。ティーアップしなくていいよね、うん、クリークとかのティーアップ、ティーショットとか、あと7番ウッドとか、7番ウッドとかをティーアップした方が気持ち悪くて。わかるわかる。くぐっちゃう。まあ低いんだけど、なんかこうパンっていっちゃうような。ガバって打ちたいんで、あれ結構多いですよ。だからシニアの選手も多いし、ショートホールもアイアン、ロングアイアンはまあそんなにないけど、ショートアイアンで打つときでね、やっぱね、意外にこうガッてやります。あれね、叩いてるっていうか、ソールで叩いてる風で、ちょっとこう先でガッ、なんていうの、ちょっとほじくってる、ほじくるっていうか、ちょっとね、ち一箇所だけ高い ポイントを作るためにやってる、うん、そうそう。だからまあティーアップと一緒なのよ、やってることは、うん、まあでも初めて見たからびっくりしたんだろうね、うん、まあ結構やってるよね、みんなね、まあ、たまたまティーグラウンドでね、ティーグラウンドで、他のもうセカンド地点でそれやったらボール触っちゃうからできないんだろうけど、ティーグラウンドではやることありますよって。特にあれかな、流行りって書いてあるけど流行りじゃない、もう 何十年も前からだよね。これは違反ではない。だから軽くティーアップするための行為で、あ、それダメだよって言われたことないし、やってる人多いし、実際そうですね、うん、ということでいいかな。結構やってるよね、みんなね。ということで、まあ違反でもないよね。はい、続きまして安藤さん、楽しく視聴しました。信者番号12番です。すいません、ちょっとトリッキーな質問なんですが、さっき別の動画で増田ゴルフの増田社長がウェッジ制作しているのを拝見したのですが、はい、その時に、鍛造したてのウェッジを、成形しながら重量調整をしていたのですが、その時に以前小暮氏がジャンボさんのウェッジにはかなりの鉛を張っていたのを思い出し、そこまでできるのなら増田社長に重量指定すればよいのではと思ったのですが、その辺の調整って難しいのですか。また増田ゴルフからのウェッジ発注の時は我々一般人と同じような発注なのですか。またジャンボさん自ら増田ゴルフの工場に行って、大体形成される工程を見ながら細部、の注文をお願いするのでしょうか。答えられないこともあるでしょうから、無理ならスルーしてくださいということだけど、まあ8号はもう増田さんに直に電話だよね。で重量も大体指定して、で言ってるよね、言ってます。で鉛張ってるんですけど、その理由はそのヘッドによって、ヘッドによってじゃないわ、ジャンボさんはシャフトをいろいろ試してるから、そのシャフトによってその重量調整が必要になってるっていう、言っていいのかな。あ、シャフト、そうだね、シャフトの重さいろいろ変えたり、シャフトがその、ね、試したりすると、シャフト重量もいろいろ配分もあるし、うん、カウンター出たりもするした時に、うん、のための重量調整で、その、うん、しょうがないことですっていう、シャフトが変わるとやっぱそのヘッド重量も変わるっていう、うん、まあ
そうだね、そこまで言っとこうか。春一とかいろいろ考えたりするんだけどね。そう。だからシャフトが変わることによって変わりますよっていうヘッド重量も。うん。っていうことだよね。はい。まあ、そこまでだったら答えられるよね。いいでしょ。うん。っていうことでいいかな。で、今日は質問終わりね。よいしょ。早いですね。3問だと。シャットフェイスどうなんですか。シャットフェイス。シャットフェイスじゃないよ。シャットフェイスでもできる。いや、レードいや、昨日打ったんだけど、やっぱちょっと一昨日ぐらいの感じとちょっと違って、まだ戻っちゃった。ちょっと撮ってみたら、やっぱ。あ、撮ってんだ。撮、まあ、ったけど、あの、あれね、2、3枚撮っただけなんだけど、やっぱり、やっぱ戻り気味だよね。やっぱりこっちに入ろうとするもんね。そんな深刻に考えなくていいですよ。いや、もう中途半端にやっちゃってるから、これクロスに戻そうと思っても当たらない状態がもう入っちゃった。当たらない状態にもうすでに入っちゃってる。4日目でもう何やってもダメなやつだよ。うん。じゃどうするんですか。だからもうミニクラブからもう一回行こうかなって。やんない方がいいって。普段やったことない。普段やったことない。ミニクラブやります。まあ、ミニクラブやると思ったら雨降ってきちゃったからさ。難しいよな、この今までの俺の玉当て競技からゴルフのスイングに変えなきゃいけないわけだから。玉当て競技かな。うん、ちょっと難しいかなとは思ってるけど。まあね、でもね、そんな4日ぐらいでさ、諦めるんですか。いや、諦めてないよ。だから、昨日やってできたことが今日できないっていうアマチュアあるあるじゃん。うん、昨日あんな最高なスイングできたのに今日全くできないとかっていうのはもうあるあるじゃん。で、一回宮下さんさ、でもできないけど、一回4ラウンド連続ゴルフとかやりましょうよ。カートじゃなきゃできない。もうそっから。そっからよ。歩けないから。歩けない。人のことをボルカス筋肉ねって言うのに。うん、だから、まあ、4日間やったら、でもね、やっぱりラウンドスイングを作るのはやっぱり練習場よ。ラウンドでスイング考えながらできないもん。まあ、それはそう。それはそう。それこそ当たらないよ。まあ、だからアプローチパターンまだ効くから、それは80ぐらいでは回るだろうけど。何て言ったんですか。アプローチパターンそこそこ効くから。効く。80ぐらいでは回ると思うよ。もうパランパランになったとしても。だって今でもアイアンなんかパランパランじゃん。ハマるならね。そうね。ハマるならね。これがね。まあでもそこそこだから。今の状態でコース行っても多分戻っちゃうだけなのよ。そう、それは、うん、間違いない。あのね、あのいつでも戻ると思う。うん、多分いつでも戻ると思う。こっち側の気持ちいいんだから、やっぱりこのき、ね、こっちが気持ち悪いって思わないと。野球でもこういう構えにならない限り、俺こういう構えじゃないから。うん、一回じゃ腕骨折させるしかないですね。もうどっちかっていうとこういう構えだったじゃん、俺、うん、野球の時。だからこの前から言ってるけど、俺こうやってクロスクロスってみんなに言われるけど、俺体の中にあるクロスなのよ。よく言うじゃん、俺こういうクロスって言うんだけど、ここの体の中に全てのクラブがあるっていう感覚だから。だからこれでも体の正面にあるのよ、クラブ。だからみんなはクロス、マンクロスって言うんだけど、俺の中では一番体の中に入ってるの、これ。なんかさ、ポケットに手袋入ってるから、もう練習しましたっていう。いや、違う。ミニクラブ行こうかなと思ったらバーッと来ちゃったから、やめた。まあでも、やっぱり楽なのよ。それはそのストレート気味から入ってくる方のは余計なあの動き入れなくていいから楽だし、球もそんなダブったりしなかったじゃん、あの時は。ストレート気味に入ってる時は。本当？うん。でもやっぱりね、それはもう7年、7年も8年も10年か。ぐらいこうやってやってるから、それは簡単に治るわけないよね。治るんだったらとっくに治ってるんだよね。そう、何回挫折した俺。挫折はだって基本的に毎日挫折してた感じだもん。俺はもういいやって。あ、そもそもだからもう開き直ってたから、もういいやって。開き直りましたね。でもそれはスコア出たから開き直ったのよ。これがやっぱ85、6しか出なかったら、ずっと出なかったらやっぱりスイング変えようって思うよね。出ちゃったから。出ちゃったからね。本当出ちゃった。だからお前の言う通りアプローチパターンなんだよ、ゴルフ。スコア。アプローチパターンですよ。究極言っちゃうとね。だからそこだけはさ、クロス関係ないじゃん。
ちょっと危ない動きするけどね。いや、あの、もうお前、危ない危ないって言ってるけど、俺のアプローチはすごいと思う。じゃあ、自分が言わないで。何それ。まあ、すごくはないけど、まあ、6割、7割、8割で、ワンピンぐらいにはつけてくるよ。普通のアプローチだったらね。バンカーショットはまだ、俺、ワンピン以内につける確率がそんなに7割もないと思う。一発で出すっていう確率はほぼ8、9割、10割だけど、そのワンピン以内っていうこの距離感に関しては俺はまだやっぱ小暮レベルには達してないよ。何、俺ってどのぐらいのレベルで見られてんの？バンカー、俺バンカーが一番優しいと思ってるから。いや、バンカーはね、バンカーは俺が多分バンカーでそのワンピンにつける確率が多分5割だと思う、自分で。5割？お前が何ヤード何ヤード、いや、全部の状況で、全部の状況加味してワンピンぐらいにつける確率は5割だと、バンカーショットね。一発で出すのはもう9割何本あるけど、一発で出せるっていうあれはね。小暮の場合は多分そういう状況を俺が見ると、8割9割はワンピンぐらいにつけてくるっていう、まあ、より状況だったらね、うん、ミスらない限り、ね、うん、だからもう絶対絶命だっていう時の方がよるんだよね、俺バンカー。例えば大洗いのことないっす、大洗いの9番とかさ、何絶対絶命とかさ、絶対これ寄らないよって言ったところ寄るじゃん。大洗いの9番すごかったでしょ。だからあれちゃんと俺レッスンしたでしょ。何が何がじゃない、何にレッスン受けた覚えねえ。前に飛ばすって低く出せばよりそこ寄りますよって、右サイドだしカップも受けてるしって、左からのアプローチの方が寄らないっすよって俺は聞こえた。あ、そうそうそう、うん、いや違う、あのバンカーこんな左サイドに目玉よ。シャフト持ってるね、あれ、バンカー。でもあれ、キキャって言ったでしょ。キキャって言ったでしょ。だああいう、ああいう なんだろう、こう、もう一か八かの時って意外とうまくいくよね。いや、たまたま。それはそうなの。だから一か八かでいいからできるの、思い切り。まあ、まあね、まあね。だからその思い切りがまだバンカーにはちょっとないんだよね、俺はね。いや他のアプローチに関しては俺小暮とほぼ一緒かそれ以上かなと思ってる。やめてよ本当に。いやでも考えてみよう、俺アプローチあんな汚いスイングしてる割にはアプローチまあまあだなと思うでしょ。汚いスイングの割にアプローチだから、ここまでだったらクロス関係ないっていうのは本当ですもんね。うん、ちょっとこう油いこう入るけどね。入らねえ。お前本当によ。雨やりましたよ。ミニクラブだけでもやろうかな、ちょっとね、レードオフじゃない、ストレートにするためにはレードオフを意識しないとストレートに入ってこないから。いや、レードオフのもうそれ以上いかなくなるんですよ。の意識ね、うん、もその意識がないんだよ、出ないんだよ、イメージが。やめといた方がいいっすよ。俺はとりあえずやるよ。どうですか？うん。